さあ、時刻2時32分回っています。 すいません、これ曲違ったのが流れてきました。 この曲はですね、もう皆さんご存知のように私の彼は左利きですけどもね、今スタジオにはですね、ハイブリッコちゃん、そしてジゼルさんをお迎えしておりますけど、なんかスタジオが盛り上がってきちゃったんで、途中で曲を落とすのもね、ちょっと忍びないので、この曲にも載せながら紹介していきたいと思いますけども、さあ、毎月ですね、最終金曜日この時間は、作が生んだご当地キャラクターハイブリッコちゃんの電波が出ちゃうことでお送りしていきます。ではですね、いつものように今週もですね、元気なタイトルコールからいきましょうかね。ではですね、スタジオの黒耳ジゼルさん、そしてハイブリッコちゃん、元気な声でタイトルコールお願いします。どうぞ。ハイブリッコちゃんの電波が出ちゃう。やっぱりこのタイトルテーマじゃないとしまいませんけれどね。さあ、ハイブリッコちゃんの電波が出ちゃうロッキーのテーマに乗せてお送りしてまいります。作が生んだご当地キャラクターハイブリッコちゃん、現在は各イベント、そしてウェブなども大人気。ぜひ皆さんもですね、ツイッターあるいはフェイスブックなどのフォローをお待ちしています。それではですね、早速スタジオのまずは黒耳ジゼルさんをご紹介しましょう。ジゼルさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ジゼルさん、今週のハイブリッコちゃんは何号さんに登場いただいてるんですか？2号さんと20号さんです。2号と20号の登場ということです。今手元にパソコンなどのある方はですね、 FM 桜平のホームページアクセスしてください。ユーストリーム映像でスタジオライブ映像でお送りしています。黒耳ジゼルさん、あるいはハイブリッコちゃんの2号20号をですね、リアルタイムで楽しむことができるんです。じゃあですね、ハイブリッコちゃん、カメラ目線でぜひ、あ、手振ってくれてますけれどもね。はい、ありがとうございます。さあ、今週はですね、なんとハイブリッコちゃんのオリジナル CD の話もですね、皆さんね、ぜひ紹介していきたいと思いますけども、まずはその前にたくさんのメッセージで届いております。早速ね、お便りから紹介していきましょうね。まずはラジオネームがシュウさん。ハイブリッコちゃん、ジゼルさん、こんにちは。先週群馬県の嬬恋で行われた浅間モーターフェスバル行ってきました。そこでハイブリッコちゃんとジゼルさんの新曲聴かせていただきました。心がほっこりする歌詞にブリちゃん、ジゼルさんの優しい声が相まって本当にいい曲でした。 CD の発売が待ち遠しいでーすということですけどもね。じゃあ、シュウさんに向けて皆さんから一言ずつお願いいたします。じゃあまずは2号。はい、ジゼルさんの透き通る歌声を早く皆さんにお手元で聞いてもらいたいです。はい、そしてじゃあ20号。あ、はい、歌の練習頑張ります。はい、最後はジゼルさん。はい、なんかあっという間にいろんなことが起きてちょっとびっくりしてますけど、これからも頑張っていきますのでお願いします。はい、まずはですね、ラジオネームシュウさんのメッセージ紹介していきました。さあ、続いてはですね、公式奈良支部長さんですね。ありがとうございます。はい、今月も大忙しで引っ張りだこ、おまけにグッズも大幅に増え、ついには写真集まで出るとのこと、楽しみいっぱいですね。曲の方も増え、アルバムも期待したいところです。10月も終わり、冬もそこまで来ていますが、これからのシーズン、いろんな情報発信、イベントで会えるのを楽しみにしてますよ。あ、写真集買ったらサインお願いしますねというメッセージなんですけどね。公式奈良支部長さんです。では奈良支部長さんにも皆さんからお願いします。まずは2号。写真集、私たちもすごく楽しみにしてます。早く完成が見たいね。ね、見たいね。はい、さあ、そしてジゼルさんは。はい、私もどんな出来になるのかがすごく楽しみなので、もうみんなと同じようにワクワクしてます。はい、そして20号お願いします。はい、私も写真集すっごいすっごい楽しみです。サイン書きます。おー、出ました、サイン書きます宣言です。ラジオネーム公式奈良支部長さん、ありがとうございました。さあ、続いていきましょうね。ラジオネームがですね、赤井貴文さん。ありがとうございます。ブリちゃん、皆様こんにちは。検定の試験が終わり、ホッとしています。ハイブリッコちゃん祭りで初披露された青の集会の CD 化、近々の写真集の出版、さらにはフィギュア化などメディア展開が拡大してますね。今後ブリちゃんの活躍から目が離せない限りです。10月31日埼玉深谷でのイベントよろしくお願いしますということですけどもね。赤井貴文さんです。では赤井さんにもお願いします。まずはですね、2号。はい、明日の深谷ですね、頑張ります
頑張ってください。そしてね、ジゼルさんは？はい、検定お疲れ様でした。で明日も来ていただけるということなのでお待ちしてます。待ちしてます。はい、そして20号、はい、難しい漢字とかいろいろ教えてください。はい、ありがとうございました。ラジオネームですね、こちら赤井隆文さんからのメッセージ紹介してきました。さあではここでですね、ブリちゃんたちからのインフォメーションもね、もしあればお願いしたいと思いますけどね。じゃあ今日は2号からの紹介でいいのかな。はい、はい、ではですね、2号からのインフォメーションお願いします。はい、はい、ブリ子ちゃんのスケジュールをお知らせします。早速ですが、明日は埼玉県深谷市で行われる第10回深谷市産業祭のふっかちゃんカルナバールに参加します。そして明日と明後日の2日間上田市で行われる上田城欅並木もみじ祭りの信州上田ご当地キャラ大集合に参加します。日本中のご当地キャラクターと長野県中のヒーローが集結しちゃいます。ヒーローさんみんな上田に集まってるので、上田以外はだいぶ手薄になりますので皆さんご注意ください。と11月3日文化の日は須坂で行われます蔵の町須坂銀座通り秋祭り2015に参加します。いっぱいだね。そして11月7日土曜日は信州上田謎解きミステリーウォークに行きます。参加費無料で当日参加も OK なので遊びに来てください。あと7日は佐久市農業祭2015にも行きます。ご家族揃ってお出かけください。あとグッズのお知らせなんですけども、ハイブリッコちゃんグッズが増えました。お茶缶とかチャームストラップ、iPhone ケースなどありますので、ハイブリコちゃんブースが出るイベントではぜひ覗いてみてください。佐久市中込みのハイブリコちゃん事務局でも販売していますが、定休日などありますので事前にお問い合わせください。以上です。いやー、今回もいろんな情報盛りだくさんでしたけれどもね、皆さんのですね、家の近くあるいはお住まいの地域に行ったらですね、ぜひハイブリッコちゃん応援してくださいね。佐久平初、今話題のご当地キャラクターハイブリッコちゃん、今週は2号そして20号登場いただいております。もう喋れるゆるキャラとして、そしてご当地キャラとしてもおなじみ、もうただ単に可愛いだけではない、愛くるしいだけではない、実際にトークも軽快なハイブリッコちゃんなんですけどね。今週は2号そして20号さらには黒耳ジゼルさんとお送りしています。お手元のパソコンスマートフォンからもですね、スタジオ映像ユーストリームでストリーミングしております。FM 佐久平ホームページからアクセスしてくださいね。してください。はい、ではですね、メッセージ続いて紹介していきましょう。ラジオネームセクシー部長、ブリちゃんジゼルさんご無沙汰しています。毎週鬼のようなイベントを抱えて大人気ですね。ブリちゃんファンとしては超嬉しいです。なのになかなか会いに行けず申し訳ありません。来春来春です。大きめのバイクのイベント企画しているので、その時はオファーします。ぜひ来てくださいねというメッセージです。セクシー部長ありがとうございます。じゃあ皆さんから一言ずつメッセージお願いします。まずは2号。はい、ぜひイベント呼んでください。楽しみにしてます。はい、さあ続いて黒耳ジゼルさん。はい、またイベント等でお会いできるのを楽しみにしてます。さあさらには20号。はい、私もセクシー部長さんに早く会いたいです。はい、ありがとうございました。セクシー部長さんでした。さあ続いてはですね、唐揚げ課長さん。はい、皆さんお疲れ様です。今後フィギュア、CD、缶入りのお茶までグッズの販売目白押しですね。これらのグッズは柵に行けば買えるんですか？イベント情報と一緒にグッズの販売情報もこれからお願いします。横浜から買いに行きます。また柵に行った時はぜひ相手にしてくださいということですけどね。じゃあラジオネームがですね、こちらは唐揚げ課長さんに対して、じゃあまず2号から。はい、イベントで販売ブースがあれば、ハイブリコちゃん、
そこにいますのでぜひお出かけいただきたいんですが、あの事務局でお買い求めになる場合はぜひあの定休日、あの遠くからいらしていただいて、定休日だと申し訳ないのでぜひお問い合わせください。はい、いや本当に細かな分かりやすい解説ありがとうございました。さあ続いてですね、黒耳ジゼルさん。はい、唐揚げ課長さん、またイベントにも来てください。いっぱいグッズも用意して待ってます。待ってます。はい、そして25、はい、グッズいっぱい出るので全部集めてください。はい、ありがとうございました。唐揚げ課長さんでした。そして今週最後のお便りなんですけども、はい、ラジオネームがレムさん。レムさん、はい、ブリちゃん、ジゼルさん、こんにちは。ハイブリッコファンにはまさに怒涛の10月、目の回るような一月でした。週末のイベントのみならず、新しいキャラクターグッズの展開と発売、新曲の噂、レコーディングのための状況など毎日のように気になる情報は N 博士から発信され、気の休まる暇がありませんでした。そしてこの N 博士、仕掛けるワクワクドキドキ、しばらく続きそうな予感、振り落とされないようにしっかりついていきます。ブリちゃん、ジゼルさん、スタッフの皆さん、これから寒くなります。体調には気をつけてご活躍を。明日も追っかけまーす、というメッセージですけどね。ラジオネームがレムさんです。じゃあレムさんに対しても3人からお願いします。まずは2号。はい、本当に9、10、11月は目の回りそうな、あのね、ね結構忙しいスケジュールだったんですが、うん、頑張ります頑張ってください。そして黒ミニジゼルさん。はい、レムさん、いつもありがとうございます。はい、これからも怒涛の忙しい毎日かもしれませんが、みんな楽しんでやってます。ぜひ遊び来てください。はい、そして25。はい、これから寒くなるので風邪などひかないように気をつけて、はい、イベント来てください。はい、ありがとうございました。今週もね、たくさんのメッセージありがとうございます。毎月最終金曜日この時間にお送りしているハイブリッコちゃんの電波が出ちゃう、作が生んだご当地キャラクター、今話題のハイブリッコちゃんがなんとラジオ DJ を務めております。今週はハイブリッコちゃん2号、そして20号と黒耳ジゼルさんです。ぜひ皆さんもですね、 Facebook、あるいはツイッターのフォロー、いいねをお願いします。今桜平から全国に向けて頑張っているご当地キャラクター、顔の部分が可愛らしいハイブリッド車両うさぎちゃん、そしてですねスタイリッシュなスーツ、非常にこうスレンダーなボディが特徴のハイブリッコちゃんでもあります。さあジゼルさん、今回は何かあのブリちゃんたちがですね CD の曲紹介もしてくれるっていうことなんですけども、今日かける CD ってこれどういう曲なんでしょうか。はい、3曲今日聴いていただくんですが、はい、1曲目がゴトゴトゴトリンっていう三拍子の可愛い曲なんですが、なんと誰が歌ってるんでしたっけ。私が歌ってる。2号さん、私が歌ってるんですか。すごいですね。そしてですね、そうなんです、先日赤坂のスタジオでレコーディングをしてきました。で、2曲目まんまるお月様は黒耳ジゼルさんが歌ってます。そしてあ、そう、素敵なバラードです。3曲目の青の集会はハイブリッコちゃんの公式ソングで、今月は皆さんフルバージョンをお聴きください。はい、ということでですね、この注目の3曲ではね、お答えしていきたいと思います。まず1曲目がゴトゴトゴトリン、そして2曲目がまんまるお月様、最後が青の集会ということですけれどもね。そしてブリちゃんたちは今後何か非常にハードスケジュールということで、この後も予定が入ってるんですよね。はい、なるほどなるほど。じゃあ今週末もですね、そしてこの秋も頑張ってくださいね。はい、はい、さあハイブリッコちゃんの電波が出ちゃう、今回はハイブリッコちゃん2号20号黒耳ジゼルさんでした。ではですね、タイトルコール、最後はみんなでね、気合いの入ったの一発お願いいたします。じゃあ行きますよ、せーの、ハイブリッコちゃんの電波が出ちゃう。また来月。